動物園前一番街、日田本通り商店街は、大阪市西成区大使と道区三号の境界を通るアーケード商店街。愛称は、動物園前一番街、二番街。位置は、街路の東側が西成区三号一丁目、西側が道区大使一丁目となる。何枠の新世界、ジャンジャン横丁から、都市計画道路の尼崎平野線を挟んだ。 南側を南北に走る通り、商店街北側が動物園前一番街で、急南海天皇自治線踏切跡から、南側が二番街となる。途中、東西に走る山王市場通商店街、新海筋商店街などと交差しており、これら商店街と半ば一体化した商業地域を構成している。アーケードが切れる飛騨新地の大門が問いは、 日田本通り新栄会とさらに名称が変わる。展開している店舗は主に喫茶店や食堂、医療品店など、スーパー玉でも店舗を構えている。1916年に日田遊郭が開業し、すでに歓楽街として賑わいを見せていた新世界から続く道筋に自然発生的に商店が増えたのが商店街の起こりである。百三十一年に 南海天王寺支線の大門通駅が商店街近くに開業。交通の便が良くなったことで、飛田遊郭へ向かう客が増え、道筋にある飛田本通り商店街も流星を極めた。1938年には、地下鉄三動筋線動物園前駅も開業し、さらに繁栄していく。だが、1958年に施行された売春防止法によって、 日田遊郭は廃業したことになったため、商店街の客足は減少。1961年に起こった釜ヶ崎暴動が追い打ちをかけ、北隣の新世界と共に、怖い街と認知されるようになっていった。1984年に南海天王寺支線の日田本通り駅が、旧大門通駅付近に開業したが、1993年に廃止された。 廃線跡はフェンスで覆われたままである。近年、新世界は観光地化し、従来のイメージから脱却しつつあるが、日田本通り商店街は、街並みもあまり変わることなく、今日に至っている。大正10年に創業した、食堂、南自由県も存在したが、最近移転してなくなった。商店の組合は、日田本通り商店街振興組合である。最近は、 組合の取り組みにより、サイエンスカフェが運営されている。ありがとうございます。